シカトのニコ生クソ音楽王。ニコ生クソ音楽王。いや元気すぎるやろ。いやー始まりましたね。MC を務めさせていただきます、はい、アニソン界のおしゃべりクソメガネこと大石正義です。よろしくお願いします。はい、加藤仁一です。よろしくお願いします。いや純ちゃんやるぞ今日は。今日は頑張るぞ。おかしいおかしい。なんでですか。いやいやおかしいやろ。なんでですか。いやそれさ、はい、遅刻ごまかしてるとしか思えへんで。そうなんですよね。いやね、ちょっとどういうこと。あの開始3回目で、うん、3週目で遅刻するって、はい、これよっぽどですよ。そうですね、はい、聞いてくれますか。いや聞きますよもちろん。今日まあ、うん、本番開始が19時で、はい、まあ、入り時間18時、はい、起きたの17時30分、はい、遅刻しました。いやいや寝坊かい。寝坊しました。どんなダイナミックな寝坊しとんねん。俺びっくりしちゃって。そんな寝る。なんか今日7時に起きたんですよ朝。はい、朝7時に起きて、うんうん、うわあ今日もいい天気だなっつって、まあ気分よく過ごしてたんですよ。はいはい、で3時ぐらいに、うん、あそろそろ準備始めようかなっつって、まあちょっと休憩しようっていう感じだったんですね。ああなるほどね。あ、そういう時にちょっとベッド入ったりもしますもんね。そうですね。でゴロンって横になって、はい、気がついたら、うん、目の前にパッと目を開けた瞬間にマネージャーがなんかナイフみたいなの持って立ってるんですよ。思って。あります。そんなこと。いやないよ。ないですよね。ないよね。大体マネージャーが入ってきてる時点でおかしいですよね。そうだから家になんかおかしいことが起きてると思って、パッてよく考えたら俺寝坊して起こしに来たよって言われたんですけど、はいはい、俺がもう殺されたって思えたんですけど、ね、あなるほどね。そう、純ちゃんがあまりにも来えへんから。そうで、ずっとだから20分とか30分ぐらい家のピンポンとか鳴らしてくれてたらしいんですけど、うん、全然起きなくて携帯の電源も切れてて、あもうやられたんだってなって押し入ってくれたんですよ。でなるほど。え それでこんなん持ってたってこと。そう、そんであの僕顔だけ布団かけて寝てて、はいはい、半身あの首から下出してこうやって寝てたんですね。で犯人がまだ犯人が寝てると思ったらしくて、うちの台所からなんか缶切りの缶切りみたいなの持って、そんで俺の足譲りながらおいって殺されたんですよ。よくよく考えたら俺もし殺されたとしても犯人寝てないでしょと思いません。おかしいんですよそれも。おいって殺されてこんな状態で。めっちゃおもろいじゃないですかそれ。だからもう今日僕すごい元気なんですよ。さっきまで言ってたんで、もうやりましょう今日は。いや言っちゃえばもう生きてるか死ぬかをもう乗り越えてきたわけですから、ね、乗り越えてきましたから、はい、頑張りたいなというふうに思うんですけど、すいませんでした皆さん。俺さ、この前の公式放送、あのね、俺言ったっけ？マジで寝坊しかけたって。なんかね、19時スタートの公式放送があるんだけど、で、俺、毎週水曜日出てんだよ。で、いつも、もう俺の中でルーティンワークがあるのね。ルーティンワークが。18時入りなの。あ、てか18時ぐらいに来てくださいって言われてんのね。18時ぐらいに来てくださいって言われてて、4時50分に出て、5時20分に着いて、30分お茶して、5分前に入るっていうのを1年ずーっと続けてきたの。それ覆らなかったのね。で、この前起きたら5時20分で、5時20分。5時20分。恐ろしくないか？5時20分。で、パッて目が、3時ぐらいまで起きてて、部屋の掃除してて、あ、今日はちょっとまあ、余裕あるなぁと思って、余裕あるなぁと思って、ベッドの上にふって腰掛けたのね。そしたらパタって多分落ちちゃって、で、パッて目覚めたのね。足ババッて揺すられてパッて目覚めたの。そしたら、ジャルさんが、お前ら大好きジャルさんが、缶切りを持って俺を、おいと、おいって、俺、揺すって俺がパッて目覚めたのね。で、俺ね、頭に、顔だけ、布団かけて、寝てたから、わかんなかったんだって、誰か。いや、合鍵持ってない。だから、住民が出たタイミングで入ってきて、
で、ピンポーンってずーっと、4時50分に着いて、俺に LINE が来て、着いたよって LINE が来て、俺から返信ない、5時になっても返信がない、あれおかしいなと思って家までレジディアまで見に来る、ピンポーンって鳴らしても出ない、インターホン鳴らしても出ない、管理人は開けれ、そういうのは開けられません。うん、そしたら、5時10分ぐらいに、住人が出てきたからそのタイミングで入ってきてくれて、玄関でピンポンピンポンピンポンって鳴らしてくれてたのね。20分ぐらい。で、ずーっと起きなくて、俺。ほんで、扉にガチャって手をかけたら、たまたま、家のと鍵閉めてなくてガチャって開いたんだって。ほんで、その日ちょうど部屋の掃除してたから、ゴミをずーっと玄関のところに溜めてたのね。ごそって。ごそってゴミを玄関のところに溜めてたの。そし、だ家超荒れてると、あさられてると思って。そんで、じゅんちゃーんって呼んでくれたんだって。じゅんちゃーんって。結構大きい声で、じゅんちゃん、じゅんちゃーんって。俺寝てて気づかないじゃん。で、生放送かなんかがついてたんだって。だテレビの音が聞こえるし、声かけても出ないし、生活音ガシャガシャっていうの聞こえるっていう。で、ああ、これは俺が犯人に殺されて、まだ犯人が下にいると思ったらしくて、缶切り、包丁だと過剰防衛になっちゃうから、あの人強いから、缶切りで十分だって、缶切り持って下に降りてきたんだって。ほんでさ、うちね、ガラスがあるわけよ。そこでガラスをガガガガって叩いたらしいの。で、まだ起きなかったの、俺。まだ起きなかったのね。そんで、ガチャって、みんなさ、ニコラジでさ、俺の部屋知ってるだろうから、ガチャって、地下入ってきて、ガチャって下開けて、そしたらさ、顔だけ、布団に隠れてて、首から下裸の俺がこうやって寝てるわけじゃん。そんで、俺前、そのマネージャーと一緒にお風呂入ったことがあって、その時ガリガリだったから、明らかにその時見た裸じゃないから、これ犯人だって思ったらしくて。アメリカで太ってるわけじゃん、俺。ポコチン丸出しで、クソはかっ、ポコチン、しかも俺剥いて入ってたから。やっぱ、むくじゃん。むけてねえし、太ってるから、あ、これ別人だと思って、犯人だと思ったらしくて、おいって、足を切って、揺すって、バーって俺が目覚めて、あーと思って、すいません、寝てました、つって。で、風呂にも入らず、歯磨きもせず、寝巻きのまま、車乗り込んで、ま、着いたことは着いたんだよ。着いたことは着いたんだけど、まあだから、うちの前ないじゃん、先行的にさ、いろいろやるから、加藤が殺されたかもしれませんつって、ドワンゴのあれに連絡してくれてたらしくて、もう、大騒動。おい、今日どうすんだ、うんこちゃんがやられたかもしれない。どういうニュース流せばいいんだ、みたいな。時間通りには、まあ時間通りには着いたって着いたんだけども、遅刻みたいなもんじゃん。まあ、危なかった。ほんとすいませんでした、つって。危なかったんだよ。マジで。危なかったんだよ。6時10分ぐらいに着いたけどさ、俺まで眠気まなこじゃん。あの、俺何が起きたかわかんねえ。何が起きたかわかんねえよ。みたいな感じで。そんで、頭が冴えてきたのが放送開始5分ぐらい前で、っていうあれだったんだよ。18時55分に。ちゃんと目が覚めました。危なかったわ。危なかったねえ、連絡つかない時って死んだと思うねえ。だってそんなことありえないじゃん、普通に。俺高校時代もあったんだよ。窓際の席で勉強してて、ねえねえ、実は俺だけじゃないよね。窓際の席で勉強してて、本当に窓際で、あんでふって寝ちゃったのね。で、横にバーンって倒れたの。普通さ、カクーンって目覚めるじゃん。カクーンって目覚めるでしょ。ガクってなってビーって目覚めるじゃん。落ちたって寝ちゃって。でも俺、そのまま横にバーンって倒れちゃって、椅子ごと。で、隣にあるクーラーにガーンって頭ぶつけてたけど、俺起きなくて。俺起きなくて、それでも。だから俺が心臓病の病気持ってるってみんな知ってたから、赤藤が死んだっつって。で、救急車、呼べーってバーって言って、おい、大丈夫かって揺すられてパッて、目が覚めたって。そういう夢だと思ってたの。
これなんかさ、布団ちゃん聞いていいよ。裸だったのに寝巻きのままいたとかで、そこにある服をさ、俺あの時だったらノーパンだったもん。俺ノーパンで行ったんだぞ、ノーパン。何ナルコレプシーって。俺ノーパンで行ったんだけど。ナルコレプシーって何？そういう夢だと思ってたんだよね。そういう夢。何睡眠障害？ナルコレプシーって何？俺の親父それで倒れて不整脈だったぞ。いや、でも、突然出ちゃう病気だろ。いや、違う。いや、なんか深すぎる。深すぎるんだよね。深すぎる。意志と関係なく寝ちゃう病気じゃないと思う。だってその眠りに落ちちゃうことあるでしょ。眠りに落ちちゃうこと。別にでもそれって命に別状はないでしょ。命に。だって俺人生で2回だけだよ。人生で2回だけ。単純に眠いだけだろ。あ、そうなのかもしんねえ。人生に2回で、本当にもうこの前はもうマジでびっくりした。マジで。いや、疲れてなかったと思う。すべてが緩んでたんだと思う。普通にふって。ありえないじゃん、あんなこと。まあ、最悪、ここで寝ちゃっても、家のピンポン鳴れば起きるし、携帯鳴れば起きるし、って思うじゃん。マジでびっくりしたわ。ナルコレプシーの動画見てくれ。ほんといきなり寝る。それやつは、いきなりは寝ないよ、俺。いきなり寝ない。いや、その日、前日に、朝からバイオハザードやって、夜の、12時ぐらいに寝て、朝7時に起きた日だったんだよ。で、あ、今日で、昼夜逆転っていうか、時差ボケ治ったなっていう日だったの。ちょうど。あの日。の翌日、で、次の日が水曜日だったの。で、7時に起きて、犬散歩して、ね、日中なんか適当にダラダラダラ過ごして、部屋の掃除とかして、その日だったんだよね。施錠してたら終わってたの、多分。いや、タイマーかけてたんだけど、なんか携帯が充電されてなかった。俺の彼女、ナルコレプシーで覚醒剤処方されてるわ。へー。